でもちょっと緩くしてほしいな、カスタムコードの。ああ、もう、ね、今めっちゃ緩くなったっすよ。あ、でもいや、緩くなった。こんな開けなかったし。実際、緩くなったけど、うん、もうちょい。まあ、もうちょいね。確かに。もうちょい。でも、緩くなったんだったもう全然。まあ、言えば、俺個人に飛んでくるぐらいの緩さが欲しい。うん、ああ、そうね。レイド君、指標としていろいろ便利だな。ちょうどいいよね、なんか。ちょうどいいですよ。学校の中じゃ有名だけど他校にまでは知れ渡ってない感じが、ね、うん、その場合あれだね、一人ずつ降りた方がいいね。てか、まあ、常にもう一人ずつで降りる癖つけようか。まあ、そうだね、そっちの方がいいかも。了解。やば、セールめっちゃあったわ。あれじゃない、あれボルト拾った、嬉しい。当たったボックス、クザさん後ろ。それはどうかな。何？何の？え、2個余ってね、それボックス。さてどうかな。いいな、やっぱコロチがついてるとトロールを見逃さないっていうこの良さあるね。こちらでフラットラインを発見。この思わせぶりな笑いないやね。なんか反発してくるタイプ初めてなんだけど、コーチングしてあるんや、こんなパターン。本枠いい勉強になったじゃん、コーチングの勉強にもなる。癖強い。そんなやつコーチングしなくていいんだよ。多分あさりました、ちな回収しちゃってほしいな。